皆さんこんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は宗教と愛着ということについて話します。ある人がおっしゃってたんですけれども、まあ、何かやろうとするとこう宗教関係の方に必ず行ってしまう、まあ、宗教とか、まあ、ヨガとか仏教とか、まあ、そういうのもそうですね。で、まあ、その人は、まあ、仏教関係のこととか、まあ、あのスピリチュアル的なこと、ワンネスとか、まあ、あのそういうところに行ってしまうっておっしゃるんです。でもそこでこう充実するかというとそうではなくて、まあ、結局そこ離れてしまうんだというようなあのことをおっしゃってました。宗教というのはみんないい人なんだけれども結局私は中に入っていけないなというそういうあのことをおっしゃっていました。私はこの宗教というこう振り仮名を振ったんですけれど、まあ、その人にとっては、まあ、宗教というのは疑似家族なんですね。かなり濃い家族、凝集性のある本当の家族よりももっとなんか濃いつながりを持った場所、ということで、まあ、もともとはその疑似家族を求めて入っていくわけですね、その方も。でも実際その方その愛着の問題があるのであんまり深い関係っていうのは怖いんですね。だから、うん、そこにあの期待して吸い寄せられるんだけれども途中で跳ね返してこうなんか遠ざかっていくようなあの感覚なんだと思います。まあ、その愛着っていうのは親と子のまあ絆の話でそれはまあその方にとってはイコール宗教なんですね。宗教は疑似家族ですから。ただその愛着の問題を持った人はその親と子の関係っていうのがとっても怖いんですね。だから宗教なんか行くとねこうみんなそこにこう来てる人はこう苦しい苦しい思いをしてくるわけですよ。こう苦しいな苦しいなと思ってそこにこうたどり着く人が大体の人ですから。だからまあみんないい人っていうことなんですけれども、でもその方あの普通の人がねこう苦しい思いして普通の人っていうのは普通の愛着を経験した人が苦しい思いしてそこにたどり着く場合はその疑似家族っていうのは非常に効果的に働くわけで、本当にああここに来てああ本当の家族だったなみたいなそういうまあ魂の家族っていうんですかね、そっち方面言葉で言うとスピリチュアル的な言葉、まあ、疑似家族イコールワンネスっていうことなんだと思うんですけれども、まあ、普通の愛着を持った人はそういうワンネス家族っていうのはあのいいんですよ。ぴったりくるんですね。でもそういう体験してこなかった人にとってはそのワンネスみたいなこのまとまりっていうのはまたそこで苦しくて仕方ないんですね。だからそこから離れていってしまう、入れないっていうのはそういうことなんですね。まあ、そうやってしてこう宗教に惹かれながらまた宗教から離れる、また惹かれながら離れる、まあ、これを繰り返している人っていうのは、まあ、人数的にどうか分かりませんけれども、まあ、それほど少なくないのかもしれません。でそういう人たちの一群には必ず愛着の問題持った人がいるというような話をしました。今日は宗教と愛着、ソレア心理カウンセリングセンターの高間でした。